はい、こんにちは、青と申します。これからスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。今回は三剣の強化育成方法の続きで、技闘争の強化と親愛レベル上げについての一般的な知識と私の考えるおすすめの強化育成についてお話しさせていただきたいと思います。まず技闘争の確認と強化が行える攻防へ向かいましょう。右上のメニューから攻防を選択してください。そうすると今のこの画面になると思います。ここでまずは基本的な技闘争の一般的な知識についてお話ししたいと思います。技闘争には三剣と同じくレベル上げと限界突破があります。レベル上げはこの画面から技強化もしくは闘争強化を選択し、他の装備やレベル上げ専用の素材を使用してレベルを上げます。次に限界突破ですが、全く同じ闘争か限界突破専用素材がある場合、右の技、闘争、限界突破から限界突破をすることができます。限界突破をするとレベルの上限を上げることができます。ここからは私の考えるおすすめな技闘争強化についてお話ししたいと思います。まず最初に技闘争の強化は、次に説明する深夜レベル上げと並んでとても重要性の高い強化育成だということを理解した上で聞いていただければと思います。技から話していきたいと思いますが、こちらをご覧ください。技は種類によって距離や範囲は様々ですが、三剣の能力に関係なく安定したダメージを相手に与えることができます。この効果値がそのままダメージになるというイメージで問題ないです。限界突破をした方がいいかについては、レベル上限を上げて効果値を高くしたいということと、最初に使用できる回数、段数が多くなるという利点があることから積極的に行っても良いと思います。ほとんどの技は複数持っている必要性が薄いということも理由に上がります。私の始めたばかりの方へのおすすめの技は、瞬域残骸と宝山残骸です。理由は表をご確認ください。次に、闘争ですが、闘争は攻撃力のみ上がる闘争。時点で攻撃と別の何かの能力が上がる闘争を強化するようにしてください。また、闘争を装備させる三剣の属性、地、人、霊、銀、神と同じ闘争をできるだけ強化するようにしてください。前者の理由ですが、このゲームではボス以外は基本的に反撃を受ける前に先手失笑で倒す方が楽ですし、早いといった理由があるからです。後者の理由としては、属性が一致した闘争は効果が 1.5 倍になります。そのため攻撃力的には少々劣っていても、属性を一致させた方が強くなるといったこともありますので、闘争が揃ってきたら意識してみるのが良いと思います。限界突破については、はじめはガチャ闘争にしろ、イベント闘争にしろ、攻撃力のみ上がる闘争は限界突破せず装備した方がいいと思います。はじめは装備が少ないことや、三剣の装備枠は最大で5つあるので、持て余してしまう可能性が高いといった理由があるからです。私の始めたばかりの方へのおすすめの闘争は腕輪です。SR 装備の中では最もおすすめな攻撃のみ上がる闘争であることや、最初に7日から支給されているので、初めから所持していることもあり、他のウルトラレア闘争がないうちは、重宝することになるかと思います。あと、技、闘争のどちらにも言えますが、最初は技、闘争ともに、倉庫の枠が50しかないので、いらない装備は積極的に売却するようにしましょう。交換札と呼ばれる交換所専用の便利なアイテムをもらうことができますので、基本的にレベル上げは、レベル上げ専用素材を使って上げるようにしてください。交換札についてはまた別の機会にお話をしたいと思います。実際に装備をするところまでやってみましょう。技闘争の装備は右上のメニューから三剣を選んで、装備をさせたい三剣を選択します。下に、装備と書いた、文字が見えると思いますので、そちらをタップしますと、右に技闘争と書いたものと枠が出てくると思います。この枠をタップして、あとは装備させたいものを選ぶだけです。はい、ではですね、次に親愛レベル上げの一般的な知識についてお話をしたいと思います。親愛レベルは普通にですね、任務をこなすだけでは上がりません。上げ方としては、一つが贈り物をすること、一つが依頼をこなすことの二つあります。基本的に後者は時間がかかってしまうことや、依頼中は任務をこなせないといったデメリットが大きいので、前者の贈り物でレベルを上げることになります。最大レベルが50で、贈り物には色々な種類があるのですが、はい、贈り物ですね。はい、こういった種類がありますね。
はい。でですね、この顔マークが入ったものは好みの贈り物なんですが、こういった贈り物を贈ると親愛レベルが他の贈り物の2倍上がりやすいので、できるだけ好みの贈り物を贈るのが望ましいです。好みの最も高価な贈り物を贈ると自動的にお手入れを行うことになりますので、さらにレベルが上がりやすくなります。時々運営がログインボーナスで配布でくれるその他贈り物もありますが、これはどの貢ぎにとっても好みの最も高価な贈り物と同じ効果が得られるので、積極的に活用していただければなと思います。レベルが上がってもステータスアップなどはありませんが、その貢ぎの個別ストーリーや闘争の枠が解放されたり無償席をもらえたりします。ここからは私の考える親愛上げの、おすすめの強化育成についてお話しさせていただきたいと思います。親愛レベルはとても重要な強化育成となります。先ほどお話した通り、闘争の枠は親愛レベルで解放される仕様になっています。闘争一つだけでもかなりステータスに補正がかかるので、それが最大で5つ装備できるようになると、やはりですね、すごくこうステータスに差が出てきますので、そちらの方がいかに重要かが分かっていただけると思います。贈り物は基本的に各イベントの交換報酬で、親愛レベルを上げたいミスルギの好みの贈り物を交換していけば、それほど難しくなく、かつ短期間で最大レベルまで持ってこれるとは思います。なので、積極的にイベントクエストをクリアしていただければ、こういった贈り物は集まるかと思いますので、問題はないかと思います。はい、以上となります。まとめですが、強化育成の優先順位はこの表の順となります。全体を通して言えることですが、とにかくイベントクエストを周回することが全ての強化育成につながっているかと思います。イベントクエストを中心に進めながら、今回お話しさせていただいたように、強化育成を並行して行っていただければ、かなり短期間に貢ぎを強くすることができると思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。まだまだこれから始める方へ向けの動画投稿は続きますので、よければチャンネル登録などお願いいたします。それではありがとうございます。さようなら。